それでは前回のあらすじ、裁かれるべきトガ人、騎士団はコア盗難や一連の騒動を先導した、あれ先導だっけ陽動だっけ先導か、バルボスの死亡を確認したと発表。また執政官ラゴンも逮捕された。騎士団は事件解決においてフレン小隊長の働きが大きかったとして評価し、報奨を与える予定である。ラゴンは明日帝都に護送される。町を陥れた極悪人を見ようと多くの人が先導に立つと予想され、罪人への報復がなきよう騎士団はユニオンに警備の協力を呼びかける。でトガ人中殺でいいんだよね、天中の中だよね。評議会の発表によると、今日午後ギルドと組み国内を混乱させた総有でいいのかなの罪で起訴されたラゴー氏が証拠不十分に無罪となった。無罪なの？はぁ。釈放された直後から死の姿が見えないことから、不満分子の報復を恐れ雲隠れしたのではと言われている。すでに殺害されたという噂もあり、騎士団が行方を探している。の合わせてフレン氏の隊長昇格が発表された。そして波乱は波乱を呼ぶ。ダングレストは巨大な、鳥型の魔物が襲撃。帝都に戻ろうとしたエステリーゼ姫が標的となったが、ユーリ氏に助けられた。魔物は騎士団の秘密兵器に撃退された。魔物が人の言葉を話していた、意図的に姫を狙ったなど噂もあるが、確かなことは不明。なおエステリーゼ姫は予定を変更し、ユーリ氏一行と町を出てヘリオードに向かった模様。はい、ということで前回ね、ユーリが殺人を犯してしまったんですよね。まあ今までもさ、フィールドに出てきた騎士とか多分あれを殺してるんだよね、アビスと同じように。なんかそれとはまた違った感じかな。まあ同じ道義なのかな、ちょっとなんて言えばいいのかわかんないんですけれども、私はおーユーリよくやったっていう気持ちには正直なれなかったんですよね。まあでもユーリさ、このエステルにもカロルにも言ってないあたり、やっぱ自分で背負っていく覚悟はできたのかなと思っておりますが、ということでヘリオードに向かおうと思いますけれど、あれヘリオードってどこだったっけ？ヘリオード、新興都市。やっぱ一回行ったところだよね。貴族のための都市。あ、オッケー。こっち側だっけ？ちょっと戻んないとダメですよね。あ、BGM 変わった。おー、アビスでいうとこうの、バン先生を一度倒したらへんまで進んだっていうところですよね。オッケー。ダングレスター大丈夫？あ、なになに、スキット飛ばしちゃった。そろそろ休憩しようよ。そうね、もう何持ってこないようだし。どうしてわかるんです？勘かしら。あら、勘。まあここなら大丈夫だ。とりあえず休もう。一休みしたらギルドのこともいろいろちゃんと決めようね。うん、一休みしたいのはカロル先生だけどな。ギルドを作って何をするの、あなたたち。何をか。僕はギルドを大きくしたいな。それでドンの後を継いでダングレストを守るんだ。それが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ。立派な夢ですね。俺はまあボスについていくぜ、うん、ボス。あ、カロルがボスなんだ。ああ、お前が言い出しっぺなんだから。そうだよね。じゃあ何からしよっか。とりあえず落ち着け。うん。なんだかギルドって楽しそうね。ジュディスもギルドに入ってはどうです？あら、いいのかしら、ご一緒させてもらっても。おいでおいで。ギルドは掟を守ることが一番大事なんだ、うん、その掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも兄弟でも、それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには加入はできないんだよ。掟？カロルのギルドの掟は何なんです？お互いに助け合う。ギルドのことを考えて行動する。人として正しい行動をする。それに背けばお仕置きだな、ユーディさん。皆さんはラゴを殺したこと、ユーリが殺したことはどう思
われますか？当然の行動って思われる方も多分いらっしゃると思うんですけれども、いやもうなんとも、一人はギルドのために、ギルドは一人のために、義をもってことをなせ、不義には罰をってことですね。掟に反しない限りは個々の意思は尊重する。ユーリ、それだろ、ボス。一人はギルドのために、ギルドは一人のため、うん、そう、それが僕たちの掟。今からは私の掟でもある、ということね。そんな簡単に決めていいのか？ええ、気に入ったわ。一人はギルドのため、いいわね。じゃあ掟を守る誓いを立てるわ、私とあなたたちのために。あんたの相棒はどうすんだ？心配してくれてありがとう。でも平気よ、彼なら。相棒って？前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ、人じゃないよ、ね、今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。うん、よろしく。私は、ま、とりあえず今日はもう休むか。そうだね、クタクタなの忘れてた。まあ、ユーリの中の正義なんだろうな、きっと。まあ、下町で育ってきたから、なんかどんなに苦しめられてたかっていうのもよくわかるのか、わかるからこそ、ラゴーの処分に不満、もう殺したいぐらいもう嫌だったんだろうな。うわー、でもなーどうしよう、私ほんと。いや、嫌いじゃないよ、ユーリは。むしろ好きな方だよ。だけど、これからの行動でどうなってくるかわかんない。ユーリ。よ、寝ないのか？うん。ええ。それより、どうかしました？いや、これからどうするつもりかと思ってな。そうですね。旅を続けられると思ってなかったし、考え中です。ユーリはギルド頑張るんですよね。うん。ぼちぼちって言いたいところだけど、フレンにも格好つけちまったしな。カロルも嬉しそうです。少し羨ましい。おっと、お姫様もギルドに入りたくなったか？入れてくださいって言ったら入れてくれます？ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜ。うん、そうですね、ちゃんと考えなきゃ。私も、ま、考えすぎてもダメだけど。私の決める。うん、なんだ、寝てないのか？うん、ギルドの名前考えてたんだ。かっこいいの考えるよ。うん、ああ任せた、ユーリ。うん、よく考えたら僕らも掟に誓い立てずにギルド作っちゃってたね。まあ、さっきちゃんとしたからいいだろう。うん、ユリ。なんだよ。あの掟、誰かに聞いたりしないで自分で考えたの？もう、なんかまずかったか？うん、僕も同じ掟を考えてたから。僕、ユリとギルド作れて本当嬉しいよ。なんだ、気持ち悪いな。あ、なんだよ。名前思いついた。勇気リンリン胸いっぱいだ。かわいい。キラキラやん。アロル先生らしいな。ねえ、眩しい。それでいくか。うん。うん。え、ラピードいないのかな。ラピードだけ知ってるんだよね。あ、いた、ラピード。ラピード、お前も見張り番か。ギルド、始めちまったな。どうにも変わったメンツだが、面白くなりそうだ。うん、お前がナンバーツーだな。あんまりボスをいじめるなよ。うん、お前も少し休んどけよ。うん、
ご苦労様。何がだよ。根津の見張り番でしょ。そんなんじゃねえよ。素直じゃないのね。あんたもな。おかしいわね。自分では素直だと思うけれど。よく言うぜ。ギルドに入った本当の理由を言わないくせに。本当に気に入ったからよ。それだけか。違うわ。掟に反しない限りは個々の意思は尊重でしょ。安心して、うん、掟は守るわ。必ず私なりに。そっか、分かった。ま、近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜ。うん。ドングルストにいたのは偶然か。そうね、それは本当素敵なことに。素敵ね。ご苦労様。見張りか。私の相手。よし。あ、これ今一人で歩いてもあまり意味はないかな。いやー、好きっぽい言葉しちゃった、申し訳ないです。うん、頑張ろうね。退屈なのね。話終わったんだけど、どうすればいいかな。あ、ラピードか。なんだ、見張り任せてろってか。はい。じゃあ休ませてもらうか。サンキュー、ラピード。うん。さて、朝です。せっかくギルドを立ち上げたんだし、何か仕事したいね。そう慌てるなって。エステルはこれからどうするつもりなんだ。私はあの喋る魔物を探そうと思います。そうだね、気になるよね。私ならその理由を知りたいんです、うん、理由がわからないとおちおち昼寝もできないか。でも見つかる？どこにいるかわからない化け物なんて。化け物情報はカロル担当だろう。いくら僕でもあんなの初めてだもん、わかんないよ。化け物ではなくて、あの子はフェロー。え、知っているんです。あらら、前に友達と旅をした時に見たの。友達が彼の名前を知っていたわ。へえ。一緒に旅してたって人。その人なんでそんなの知ってたの。見たってどこでですか。デズエル大陸にあるコモール砂漠だよ。このトルビキア大陸の南西の大陸ですね。デズエル大陸砂漠。ただ見たってだけでホイホイ行くようなとこじゃないぞ、砂漠は。危ないよね。そうだよね。もしかしてあのおとぎ話の。おとぎ話？お城で読んだことがあります。コモール砂漠に住む言葉を喋る魔物の物語を。へえ。でもいくらでもあるじゃんそんな話。ほら、海の中から語りかけてくる魔物の話とか。それはきっと逆ね。逆？そのままそういうお話になったのよ、彼らのことが。火のないところに煙は立たないですね。うんうん。でもそこへエステル一人で行くつもりだったの？え、あの、一緒に行こうぜ。やれやれ、こりゃ護衛役続けとかねえとマジで一人でも行っちまいそうだ、うん、な、これギルドの初仕事にしようぜ。おっきいね、早速おっきい仕事。そっか、ここでエステル一人で行かせたらギルドの掟に反するよね。そういうことね。でも仕事にするならエステルから報酬をもらわないと。別にいいだろう、金なんて。ダメダメ、ギルドの運営にお金は大切なんだから。まあ確かに。あの、私今持ち合わせないです。あ、だったら報酬は後で考えてもいいんじゃない。中で前やね、中で。報酬必ず払います。だから一緒に行きましょう。いや、お金だけが報酬やないんやで。決まりだな。はーい、またみんなで旅ができる。よし、じゃあ勇気凛凛胸いっぱい弾出発。それ何です？え、ギルド名だよ。
それじゃダメです。名乗りを上げるときにズバッと言いやすくないと。そうなの？じゃあブレイブベスペリア。あ、でどうです？じゃあベスペリア回収したな。夜空にあって最も強い光を放つ星、一番の星か。かっこいいね。ブレイブベスペリアね、気に入った。それにしようぜ。大決定。じゃあ早速トリム港に行って船を調達しよう。デズエル大陸まで船旅だ。はい。エリオードで休むのはもういいのか？もうへっちゃらだよ。元気になったな。ヘリオード通んないとトリム港には行けないけど。そうだね。ヘリオードといえば、あ、そうそう、ブラスティアン暴走。町がどうなったのか気になります。確かにありゃすごかったからな。うん。じゃあちょっと町の様子だけでも見ていく？うん。じゃあまずはヘリオード、その後トリム港から船でデズエル大陸だな。じゃあ改めてブレイブベスペリア出発。おお、ここであれなんだな。ブレイブベスペリアのドン称号を得ました。タイトル回収するんですね。ギルドの立ち上げ。私ちょっと意外でした。ユーリがギルドを立ち上げるなんて。俺一人じゃギルドなんてやらねえよ。きっかけはカロルかしら。ま、俺にも思うところはあるけどな。うん。俺なりの方法を探すために騎士団辞めたくせに何もしてなかった。港の町でフレに言われたこと気にしていたんですね。別に気にしちゃいねえよ。素直じゃないわね彼。本当です。本当そうだよな、男は素直じゃねえよって。あ、素直な人はたくさんいますけれど。あー、さっきのあれか、スキットもう聞けないかな。無理か。じゃあヘリオード向かいましょう。はい。え、モンスターちょっと変わった？出てくるやつ。そんなことないか。おーっと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 。隊列乱されました。今こそ絆の見せ所。よし。なんかこうギルド組むとさ、なんかカロルもちょっと使ってあげたくなるよね。でも多分あれだな。あ、なんだ、遠征、え、かっこいい。これはなんか空飛んでる時に効きそうですね、遠征が。おっしゃー。あ、尻尾ですか。めっちゃ見たい見たい見たい。技遠線が、あ、特技なんだ。へぇー、画廊劇も強いけどなぁ。どうしよう、変えるか。遠線が、回転された剣で相手を切り裂く特技。その姿、剣を持て遊ぶようだ。ちょっとこれに変えよう。待って。わお。じゃあ早速使ってみよう。簡単そうですね。行くよー。行くよー。行くよ。お、いいね、使いやすいぞ。よいしょよいしょよいしょ。僕たちの余裕、これは。オッケー。私アビスの時なんか、なんか瞬人剣だっけ、なんかずっと使ってたような気がするわ、特技。ずっとなんか最初に覚えた特技をね、ずっと使ってた覚えがあるけど。なんか暗くない？なんだか以前より閑散としてません？うん、ああ、なんか人が少なくなった気がするな。ん？そういえば、あれかな。あら、どうしたの？ダングレストで聞いたんだけど、町の建設の仕事がきつくて、逃げ出す人が増えてるんだって。もしかしてトップに立ったのがとんでもないやつじゃん。どこか知らないけどさ。ふん、そんなことが。ほっとけない。ふん？え、顔してるわね。だったらまず宿に行って作戦会議だね。ブラスティアの様子も見に行かなきゃだし。だな、エステルのほっとけない病も出ちまったし。うん、だってほっとけないじゃないですか。わかってるって。じゃあ行こう、宿屋に出発。張り切ってるわ。
ユーリとギルドを作れたのが本当に嬉しいんですね。ね。別にカロルのために作ったんじゃないけどな。でも無関係ってわけでもないのでしょ、あなたにとって。さてな、ほら俺たちもさっさと宿屋に行こうぜ。はい、ギルドの目標。名前も決まって、掟も作って、初仕事も受けて、立派なギルドらしくなったよね。とは言ってもまだたったの3人だぞ。これ立派か。でも一人一人がハイスペックだから。有名な盗賊ギルド漆黒の翼だって3人しかいないし。要するに量より質ってわけね。そうあんまゾロゾロといるのは面倒なんで、おらん人数少ない方がいいけどさ。ドンの後継いでダングレスト守ろうってんなら、ある程度の頭数は必要になるんじゃねえの。そうだね。でもちょっとずつでも前に進めれば、いつかはきっと大きなギルドになるよ。うん、多分そう。なら気楽にしてていいのかしら。ダメダメ、張り切っていかないと。了解。このカロルの純粋さがちょっと眩しいな。そのて、ロード破壊の毎日ここを進む人々はこの町を去ったのだ。そして町はこの有様だ。うん。弱き者は下で頑張れ、強くなればそれ相応の見返りはあるだろう。まあ、大きな期待をしない方が身のためだがな。そのまま宿屋行ってしまいましょうか。頼る番か。もう怒り通り越して諦めしか湧いてこない。ん？小町は腐っている。何かって、そこは騎士の守秘義務だ。言えるわけがない。ん？あ、いつもご苦労様です、名倉さん。ちょっとセーブしよう。はい、よし、行くぞ。350ガルド、少し安い。優しいね。みんなにベッド渡して、ユーリはソファーっていう。ん？俺もほっとけない病だな。え？何をするの？そう、ブラスティアは大丈夫なのかな。さあ、行った。騎士団本部でいいんでしょうか。あれ、なんかこっち側、行けないか。何もかもが虚しい。こうしてここにいることすら、私は何のために生まれてきたのだ。違うか、ここじゃないか。ユーリの行動がな、ちょっと。何をするんだ。もしかしてまた殺人を重ねるんじゃって思っちゃうんだけど。外に出るのは面倒だな。あれ、外じゃない。何に対してほっとけない？この街のことについてだとは思うんだけど。こっち行き止まりだよね。夜の散歩か。故郷に似てるわ、ここの景色。へえ。じゃあジュディの故郷は綺麗なとこなんだな。
ただ高いところにあって見晴らしがいいってだけ。高いところは嫌いじゃないけれど。ふん、あんな魔物に乗ってたのもだからか。魔物じゃないわ、彼はバウル。それに空が泳げるからというわけでもないわ、うん、一緒だったのは彼が戦争から救ってくれたから。戦争？帝国とギルドのか。いつだってこの世界は戦争だらけ。ま、そうだな。前にこの町でエステルを襲ったのジュディだよな。目ざといのね。狙いが誰だったかわかるなんて。なんか このことね。なるほど、ほっとけないっていうのは。よかったよかったよかった。そういう性分でね。まあ気になるよね。フェローってのもエステルを狙ってた。なんか関係あんのか、うん、バウルって相棒と。うまく説明できそうにないわ。否定はしないんだな、狙ったこと。嘘は得意じゃないの。わかった、もう聞かねえよ。でもまたエステルを狙うようなら、うん、心配しないで、もうそんなことしない。保証するわ。本当か？どう言えば信用してもらえるかしら。嘘は得意じゃないんだっけ。ま、言ってねえことがあんのは同じだしな。おかしな人。うん。まあ、後々バレそうだけどね。うん。バレた時にみんながどういう反応をするかっていうのもちょっと気になるところ。とりあえず、街の様子を見て回りましょう。暴走したブラスティアも見に行かなきゃだね。はい。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておこうと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。